求めます。18番山口正弘議員。いよいよ最後となりまして、私の一般質問が回りましたので、ただいまより一般質問をさせていただきたいと思います。今回の項目として3項目を挙げておりますが、まず1つの問題として、環境問題、2番目が教育問題、3番目が市長の政治性についてということで挙げております。では早速ですけれども、1番目の、環境問題ですけれども、その時にですね、その環境問題を話す時に、里山資本係っていうその係ができたという中で、その里山資本係っていうのは果たして何なのか、何を目的にできたのか、まずそれをお尋ねします。井上営業部長。里山省に対するご質問ありがとうございます。入ってらん。はい。マイクの入ってらん。あ、すいません。ご質問ありがとうございます。ですね、まず、荒れている里山に入るということで里山再生を図っておりますし、それから、高齢者の方がですね、そうした形で、活動していただけますと健康寿命のを伸ばすという形の分で健康づくりに寄与するということでございます。それから所得の向上を狙うというこの3本柱でスタートしたわけでございます。実はこれまで活動しましたことに3つ大きなことがございまして、1つはご承知の通り榊、それから式見のですね、生産に向けた取り組みでございます。榊の定植後栽培、それから、育苗技術の習得のための研修活動を9月から3月現在まで県9回実施しておりまして、また市場調査、それから開拓、販路開拓を計4回行い、県とも活用の検討の打ち合わせを行ったところでございます。2つ目はですね、榊、市民に続く地域資源の発掘及び市場開、市場の調査を行っておりまして、生姜、それから薬用作物、野菜、山菜、などをやっております。すいません、もう一つだけ、すいません、里山再生事業をですね、地域の方にご理解いただくために、公民館や老人クラブを、訪ねて、いろいろなご意見を頂戴することであります。以上でございます。はい、ありがとうございます。議長。18番、山口正弘議員。はい。環境問題というのには全く関係ないように、なんでこう聞きよってやろうかなという気持ちで聞かれている方もおられるかと思いますけどですね、これ大いに関係があってですね、本当に里山今どうなってるか、おそらく市長も、まあ、今答弁をされた部長も分かってないんじゃないかと思うんですね。分かった上でこれをですね、もしやるのであれば、まあ私も分からないことはないんですけど、ちょっとモニターいいですか。実はですね、これ1月の23日朝の8時半ぐらいだったと思うんですけれども、実は木島山に私が登ってたんですけれども、その時にですね、中島さんっていう方とお会いをしまして、その人は社長さんなんですけれども、その社長さんがですね、何しようって言ったら、いや実はうちの山にゴミ箱捨てとった件が多い、片付けよったいう話だった。あ、そういやって言って、私は横丁をひょってみたらですね、市の職員もその2人ほどおって、その職員の名前は楠原君と森君だったんですけれども、そういう貸しに来とっとばいねって思いながら、自分はその木島山に登って、帰ったんですよね。ところが帰りにですね、見たらこういう風なんです。またこれまさに自分の山ではないんで、ボランティアなん、実はこういうふうな状況の中でですよ、
里山資本係が何をするのか言うだけやったら誰でも言うです。だけども実際こういうふうにゴミが捨てられている中で里山資本係が何をされるのかというとが疑問であったもんですから、一番初めにその里山資本係って何バストですかって聞いて、こういうふうな状況でですよ、何番ウィッですか市長、答弁願います。小松市長、まあ、まさにあの地域で荒れた、里山を、自分たちの、まあ、力で、まあ、きれいにして、そこを再生させていこうと、保全していこうという取り組みを応援するのが、里山資本係の、大きな役割であるというふうに考えております。一方で、まあ、こういったあの私も先日地元の河原の、柏岳のですね、この清掃活動、私の場合柏岳だったんですけれども、そちらに行って同じように、回収をしてきました。非常にこれはあの大事な、まあ、事業というかですね、取り組みであるというふうに、思っております。やはり、まあ、あのきれいにするというのは、まあ、人の心もきれいにするということで、こういった取り組みは、まあ、安心安全の街にもつながると、まあ、共に里山資本係の、やっていることも、そしてこういったボランティアの、皆さんがされていることも、やはり共にこの町にとっては大事であると、そのように考えております。議長、18番。18番、山口正弘議員。はい、実際問題として里山資本係というのが、まあ、何を植えられるのか分かりませんけども、じゃあこれをまずやってからやるのが道じゃないかと思うんですね。それ元に戻りますけれども、これをされてた皆さん方、区長さんですね、区長さんがお見えで、それに、中島さん、それに山崎さん、森さん、草原さん、これ 日にちが書いてあるように1月23日24日大雪やったんですね。23日ものすごく寒かったとですよ。23日ものすごく寒かって、もう8時半ぐらいにはですね、汗ブルブルになってから仕事しようらしたとですよ。それでうちにやめよう、うちで取ったけんがって言われたけんがそのままで鵜呑みして、私は行って本当にすまんやったねと思ってですね、その時に総務課の水町課長さんに電話したわけです。あの時はすまんやったで、今草原君たちがおそらくまだしようった、しようけんが電話ばしてくれんや、ごめんやったのと言うてですね、そして写真ば撮っとってくださいと、写真ば撮ること言うててくれんやと、こいだけボランティアでしようったとしてくれたという跡方はですね、やっぱり市民として、一市民としてですよ、一人間としてやっぱり知っとかんばいかんとやなかと。それをしてくれたのがですね、やっぱり総務課の課長である水増君が、これはやっぱり人がんばいかんって言うてしてくれたのが、この今回の一般質問のきっかけなんだ。そこでここで票をもらったんですね。不法投棄廃棄物一斉点検って言ってバテンですね、ここに書いてあしこ、まあ、全部で50箇所ぐらいしか書いてないんですけども、その拡張単位で。ところが世の中ってのそがんがもうなかったですね。まあこの中でもやっぱり山の中に入ると私が一番多かと思うんですけれども、とにかく行く山ごとに、どっちかといえば道下はほとんどもうゴミの山です。100箇所にが200箇所の話じゃなかったですね。そういう件が里山資本係、確かにその里山資本係でしてもらうともよかでしょう。じゃあそういえば里山資本係で住む前に環境の整備ばせんばいかんという気持ちがあるんですね。
そこでお尋ねですけれども、今後のですね、その環境整備と里山資本のその関係をですね、どのような状態で持っていこうと思われるのか、お尋ねをしたいと思いますけど、いかがですか。小松市長。やはり一番大事なのは、環境の保全であるというふうに考えております。まあ、その、やり方として、先ほど申し上げましたとおり、里山資本係は地域で、あるエリアを、きれいにしようと、でそこに植えようという、そういう思いをですね、サポートをすると。ただ、非常にこれ全市的にされてますですよね。私も、先ほど申し上げましたけれども、私もちょっと加勢を、したんですけれども、私が行った時も楠原さんが、環境課としてですね、来られていました。そういったやはりこの取り組みは非常に重要ですので、保全をするための、私は大きな意義のあることだと思っています。そこは環境課もこれからも、サポートをしていくと、そういうふうな、2本立てというと変ですけれども、やはりこちらの方エリアが広いですので、まずはここをですね、きちっと、市としても、サポートをしていく、そして、環境の保全につなげていく、安全な町にもつなげていく、そのように考えています。議長。18番山口正弘議員。はい。何日目やったんですかね。初日目の1番です。私は最終日の1番決です。初日目の1番の時ですね、そのふるさと納税という中で、その1番議員さんがですね、私も他市にふるさと納税をしておりますって。何番？16番議員の宮本英八さんやったです。16番議員の宮本英八さんがですね、私は他市にふるさと納税をしておりますって、自分の耳を疑ったですね。あれ、宮本議員さんやったと、これこの人はと。議員さんが他市にしてですよ、その何かをもらう、それこの議員さんはどこからその報酬はもらえんのだろうかね、あって本当に疑問に思った。この他市にその納税をした金をですね、地元の市に納税して、じゃあその時にその納税をされたその額でですね、これがこのこういう風なのがですね、どれだけ片付くのかなと。これがおそらく、私はですね、やっぱり人間の資質の問題だと思うんですよね。いや、俺は他教師のためにその納税ば酸っぱいいうのが、私は議員さんとしての役目じゃなかったとかなと。そういうのはここのゴミバス平井音さん人たちにもジュース一本なとひょっとすぎて飲ませられるかもわからんとですよ。その辺はもう少し考えてですね、せっかく一般質問をされるのであれば、試ししてみたぐらいに言うてもろたらよかったとですけれども、あっちこっちしようというやつ、そがん話はですね、ここで堂々と言うべきものじゃなかったと私は思ったと。今後注意してくださいよ。というのはですね、それとですね、もう一つ思うのは、もうこれは事前審査にならんこと言いますけれども、貧困対策課とか言って何じゃろう、今度はつくとかなんとかいう話も言ったですね。待て、この貧困対策課の新設もですね、次の世代を担う子どもたちのために環境整備をするというつもりでされたと思うんですね。これも環境整備なんです。子どもたちのことも環境整備、里山資本主義も環境整備。じゃあ、あまりにもこのかわいそうな言い方に、貧困対策なんていうのに、あまりにもかわいそうな言い方になる可能性もあるからですね、その辺を含めて考えに、その
生活環境の全体の中を見たときに、その市長としてですね、この考えはいかがなものかと思うんですけれども、いかがですか。小松市長。やはり環境整備といいますと、こういった実際の自然の、保全というところに加えて、やはり生活環境の整備、そして、教育環境の整備、さまざまな、ところがあると思っています。それは、議員おっしゃる通り、いずれも未来の、武雄市の町の未来、あるいは子どもたちの未来を作るためであるというふうに、理解を、しております。その中で、貧困対策ということで、私もここはですね、非常に、私も非常に悩んだ部分ではありますけれども、ここについては昨日も申し上げましたけれども、かかり名とセットでですね、かかり名にやはりこう希望があるものをする、そして課自体もまずは調査をしますけれども、次の、ステージに行ったときには課自体も、名前も、変わっていくのではないかというふうに、思っております。そういう点でですね、ご理解いただければというふうに思っております。はい、18番山口元議員。環境問題ということで、環境問題の最後になりますけれども、先ほど佐賀新聞社 の, 記者の方にちょっと声使わせてもらうとどこですかと言ってから、ちょっとはい、よかですよということだったんで、今日の新聞に太陽光参入の話でですね、1万4000件断念って書いてある。そういうですね、1万4000件断念っていうことはですよ、ここに最後に書いてあったですけれども、原発のですね、玄海原発の2号機から4号機の3基分に相当するって、九州全体での電力が、その供給が賄えないと、その太陽光の1万4000件でですね。じゃあ、その先ほど市長が言ったその環境に、要するに原発っていうと、もう最終的にはなくさないかんとか事実だと私も思うんですね。でもやっぱり再生可能なエネルギーの担保され、そして我々がこいでよかったのというまではですね、やっぱり何とかして我々も生き延びらんばいかん。我々の、その昨日誰かさんの質問の中にもあったようにですね、我々の時代っていうのは、環境っていう時代になったのかなと思うくらいにですね、我々はキュウリが、あるいはナスビがおやつだったんですね。その時代の生まれなんです、私たちは。キュウリば食うて、学校から帰りなキュウリを食べて、おやつばになして、それでカキもまだ売れとらんとの、もうひどい渋川湖だとまで食うて、そういうふうな生活をしながらずっと今の生活になってきたわけね。だから何でもありっていうわけじゃないですけれども、やっぱり環境っていうのはやっぱり大事だと思うんですね、生きていく上で。やっぱりなくさんばいかんもんはなくしていく、しかし捨てたらいかんもんは捨てん、そういうふうな個々の自覚はやっぱり促して、その行政としてもですね、促していただきたいなと思って、次の質問に行きます。次の質問はですよ、教育問題。私の教育問題って出しとうとはですね、今現在奨学金ある方から、その山口さんって奨学金ば借りたもんの、奨学金は借りたけれども、いざ返すとなった時にですね、利子付きの奨学金を借りてたと。利子付きの奨学金を借りてたら、利子だけ払いよったら元金は全く減らんばいって、それで結局は払うてしもうた人が20年後やった。こいなんとかしてもらえんやろかと、なんで方法のなかろうか、返さずよかことしてくんさいってはインサレンです。
なんじゃ余暇方法のなかろうかということでですね、国県市の奨学金の制度ってどういうふうな状態になってるのかをお尋ねしたいと思います。水上子ども教育部長。ただいまモニターの方に出しております国県市の奨学金の主なものでございまして、まず最初に、日本学生支援機構、これは10年ほど前まで日本育英会と呼んでたものですけれども、国の分で、対象は大学生で、種類として先ほどありました通り無利子と有利子がございます。で、月額の対応額は無利子は6万4千円まで、有利子の場合は12万円まで、これは学生が選択できます。で、この2つとも返済の期日っていうか、あの方法っていうか20年以内に返済ということになっています。で、続きまして佐賀県の育英資金ですけれども、対象は高校生のみです。で、無利子で基礎額として1万8000円プラスの私立の加算が1万2000円あと遠距離通学等でプラス2万円となっています。で、最後が武雄市の奨学資金の分ですけれども、武雄市の分は、高校生および大学生が対象です。で、利息は無利子で ありません。で、金額としては高校生は月1万2000円、大学生は2万円ということで、大学生になれば、まあ、年額で24万ということになっております。以上が現在の状況です。はい、議長18番。18番、山口正弘議員。はい、あのですね、こういうこの話をしようって、あの市長がですね、私はですね、今市長38やったですかね、39やったですかね、私が15年間ハロータ券がこの間は私払い終えたですもんねっていう話なんですね。それ払い終えたり市長になったっていうくらいに名護払わんばらんやったということなんで、それでこれ提案をそのどう受け止められるかの話なんですけれども、例えばですよ、地元の企業さんに就職をする、どこかの大学に行って地元の企業さんに、他教の企業さんに就職をしたばんだとしたしますよと言うた時に、じゃあ利子は、まあ有利子の場合は利子はもちろんもう免除しますよ、あるいは、借りた分の半額を免除しましょうと、他教師に戻ってきて言えばついてくるんないばそれは免除しましょうというようなことも考えられるんじゃないかと思いますけれども、どっちですかね、市長ですかね、これは教育委員会ですかね、教育委員会で答えてくれますか。はい、水上子ども教育部長。まず現在の例えば市の奨学金につきましては、目的といたしましては、やはり教育費の支援に苦労されているご家庭の支援というのが目的でございます。で、そういう中、今議員さんの方からご提案がございましたけれども、まあ、そういう制度設計によっては地元雇用の確保対策、まあ、そういうものに大きく結びつくということで効果は大きいのかなとは考えます。で、そういう場合、まあ、具体的な方法としては市の奨学金の制度を見直す、拡充する、あるいは先ほどありました日本、学生支援機構ですね、その分の、まあ、原資なり有利子への支援、まあ、いろいろ考えられます。まあ、担当課といたしましても、一番課題はやっぱりその運用の基金の面でございますので、それがクリアできればぜひ、制度設計等ですね、図れればというふうに考えております。はい、18番、山口正弘議員。はい、今基金の問題でその制度設計がその許されればという話なんですけど、じゃあ例えばですよ、これ極端って言えば極端かも分かりませんけど、だって今日本では合ってますよね、なんとか財団基金とか、そういうふうなとでですね、例えば武雄市と武雄市と武雄市の企業さん
企業さん、あの他業種にもいっぱいありますので、その企業さんと仮にですね、その組んでって言いますか、その出し合ってその育英資金を作ると、そして先ほど申しました通り、その例えば他業種に戻ってきて他業種でその生活をし、他業種で仕事をするという時にはその資金の、要するにあの育英資金の返還、返すのをですね、まあもちろん利子はないでしょうけれども、その半額なり全額なり、例えば10年大喜利はもう全額よかばんたと、全額はもう返さんでよかよと、もう大体10年大喜利、10年一昔で言うくらいやけんが、10年おったらもう人間っていうのは不思議なもんで、3日持つぎには、3ヶ月持つと、3ヶ月持つぎ3年持つって、3年持つぎ一生持てるということを信じながらですよ、例えば10年会社におってくれたらもう払わんでよかよっていうくらいのですね、その資金の作り方っていうのはできないのか、いかがですか市長。小松市長。今お話を聞いてて、まあ、大変面白くていいアイデアだなというふうに、思いました。まあ、要はもう一度言いますと、こう地元の企業の皆さんも入れて基金を作る、でそこから奨学金を出して進学した後、地元の、まあ、地元に帰ってきてその企業で就職すればですね、まあ、いくらか奨学金が、まあ、免除されたりするとということですよね。はい、おそらくそういうふうになると、まあ、本人にとっても、そこはあの学びたいという、そういうふうな機会を、奨学金で用意をする、さらには、就職先と、雇用という点ですね、就職先という点もあると。当然地元に帰ってくると家族も喜ぶと、で合わせて地元に住んでくれると、やはりこれからの人口減少 の時代に、まあ、市としてもですね、非常にこれはありがたい、喜ばしいことだなと思って、こう一石何鳥にもなるなというふうに、思っています。ぜひですね、これはあの進めていきたいというふうに思ってまして、早急に制度設計を、行いたい、そのように考えております。はい、18番山口正弘議員。はい、結局あの最後に私はあの市長の政治性についてということで出しておりますけれども、この政治性イコールその例えば教育問題だって政治性ですから、もうそのままの状態であの質問をしたいと思いますけれども、どなたかの質問の中で田代城田、竹内小学校の校長先生が今度あの退任されてふるさとの教育長になられるということでありますけれどもですね、その巷ではですよ、巷では日渡し姿勢から小松姿勢になって城田さんがおらんごとなったって、ほい小松さんばすかんやったとやろうかという話まではないですけれども、小松さんになった件が城田さんが変えるんじゃないかという、そういうふうな心配もされているところ大いにあるんですよね。そういう中でですよ、変えた、じゃあ後のことについてどがんすかというとがおそらく出てくるかと思うんですよね。そういう中で、じゃあその城田さんの本人の代わりはならんでしょうけれども、それに詳しい人とか、あるいはそれに変わる人をどうにかするという方法もあろうかと思うんですけれども、市長の考えとしていかがなもんですか。小松市長。まあ、城田、教育官には、4月以降も特別顧問として、関わっていただいて、竹雄の教育を、引き続き、推進していただくというところはあります。ただ一方で、私としてはこの教育、このやっぱりこの竹雄市の教育を、さらに、充実させていきたい、ICT 教育、花丸
の官民一体型学校を含めですね、さらに前に進めていきたいというふうに考えております。まあ、そういうこともありまして、今年の4月から、文部科学省から、1名、派遣をしてもらうということで、現在、文部科学省とは最終調整段階に、来ているところであります。ぜひ、その文部科学省の方にはですね、まあ、城田さん以上に、竹雄の教育にご尽力をいただきたいと、そして竹雄の教育をさらに前に進めていきたい、そのように考えております。議長、18番。18番山口正義議員。はい、ですね、来ても、もうそれで来てもらえればですよ、その、まあ、小松市政にとっても、そしてこのあと今年の4月から花丸をする3校、あるいは去年からし始めた2校、あるいはまだ今後やろうという学校すべて、14校ですかね、竹雄市は学校は、そのすべての学校の生徒たちがですね、やっぱり来てもらってよかったにゃと、小松市長やっぱりええとこやった場合って、文科省から連れてき、あれ、城田議官の場合は、あの人はリクルートを辞めて来られたんですけれども、今回はその例えば文科省から来られるのであれば、もう現役バリバリの文科省の、その役人さんですので、より以上 の、 その成果が上がるんじゃないかと思うんですけれどもですね、最後に教育長としてですね、このその教育官となるのか何になるのかは分かりませんけれども、その来られるのを前提としたですね、教育長としての思いはいかがなものかとお尋ねしたいと思います。室戸教育長。城田教育官、こう10月年度途中来られまして、2年半本当単身赴任でですね、精一杯頑張っていただきまして、地元の方々とも強力な連携関係でですね、推進してもらいました。合併して10年でありますが、図書館をはじめですね、ICT 教育、官民一体型学校づくり、さっきの食育もそうですけれども、極めて市民の多くの方が協力いただいて、先生方も頑張っていただいて、おそらく文科省が進めている施策の、おそらく先取りとまではいかなくても非常に、素晴らしい成果として頑張ってもらっております。でそういう意味で、今後の教育を考えたときに、広く深く広い視野からですね、頑張っていただけるものと期待をしておりますし、さらに今地域との連携は文科省も強く言っておられますし、今私どもが取り組もうとしていることそのものでもありますし、貧困対策についても同様であります。そういう意味で非常に極めて強く期待をしているところです。部長、18番山口正義議員。はい、後ろの方からですね、ヤジのライバル関係になったやなかろうかっていう話の間、裏郷教育長っていう方はですね、そがん心の視野の専門家人やなかですね、もう心の大きな人で、その竹押しを進んでいくと、教育を進んでいくという気持ちのもとで今教育長をされておりますので、いらん心配ですから。ですね、まあ、いずれにしてもですよ、いずれにしても官と民と一体となってですね、今から先竹雄市が進む方向はですね、その荒探しじゃなくって、みんなで協力ばしながらですね、竹雄市制、竹雄市がいくら少しでも良くなるような、その竹雄市を作っていこうという気持ちで私はずっと今やってきておりますので、皆さん方もまあ、いろんな形でその勉強されておりますので、今後とも一生懸命協力しながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。これで終わります。
以上で18番山口正弘議員の質問を終了させていただきます。以上で本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。早終わり早終わり。